はい、ベルセルクっていう作品は全世界で3000万部も売れているっていう素晴らしい原作漫画本をベースに作られてるんですけれども、この作品は甲冑とか、それからモブ戦とか、それから大きなこの剣でそのぶった切るとか、やっぱりアニメーションにとってはものすごく大変な要素がいっぱいありまして、それが技術的に表現することが可能かどうか、パイロットを作って、ぜひ私たちに本当にそんな技術があるのかどうか、まず試させていただきたいというところから、この映画の、話がスタートしました。まずはさっき作ったパイロットを三浦先生に見ていただくというところから、このプロジェクトスタートしたんですね。私たちはもうドキドキで、スタジオ 4°C の編集室に三浦先生と、それから担当の、島田さんというプロデューサーに来ていただきまして、で、編集機の前に先生が座り、そして私たちは後ろに立ってドキ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 して、その先生の反応を、確認したんですね。で、先生は見終わってくるっと私たちの方に振り向いて、一言「素晴らしいです」って言ってくださいました。はい、甲冑を着た中世の、ヨーロッパをベースにしているので、その当時の資料をたくさん研究しなければいけないんですけれども、三浦先生の、これはもう本当に秘密なんですけれども、本当に毎日絵を描いていらっしゃる仕事現場の方にお邪魔しまして、そして先生のこの膨大な資料をスタジオ 4°C にお預かりして、お借りして、そして私たちも研究をすることから始めたんですね。はい、実際シナリオが上がってからも、そのシナリオに関しても細かくアドバイスをいただきまして、それから絵コンテが上がってからも、その絵コンテに対して、からキャラクターデザインが上がった時も、そのキャラクターに関して、もう先生は本当に細かに先生の知識を私たちに指示してくださいました。はい、多分本当にベルセルクのファンの方ならば、もうすごい見たいって思われてたシーンがいくつかあると思うんですが、そのいくつかどうしても省かなければならなくて、その中のシーンとしては、やはりガッツの、幼少時代、ガッツが命として拾われてきたところや、それからガンビーノによって育てられたガッツの少年時代の、トラウマを本当だったらばきっちりと描いてあげたかったんですけれども、やはりそこが描けなかった。それと、鷹の段に入団してから、鷹の段でそのグリフィスとガッツがその水の掛け合いをしたりとか、鷹の段の中でいかに彼が幸せな時代を送ったかということも、なかなかそこまで描けることができなかったんですね。それと、やはりぜひアニメ化してほしかったっていう、部分としては、きっとワイヤルドのシーンがあると思います。これも残念ながら覇王の卵にはいられませんでした。実はシナリオの段階では2時間半を目指して、1本の作品として完成しようということを目指していたんですが、やはりこの作品の中に描かれている膨大なドラマを丁寧に描いていきましたらば、絵コンテの段階だけで約5時間から6時間という大きな作品に膨らんでいってしまったんですね。で、この作品を3部作という形で制作して公開していくことに決めたんですけれども、その中でもさらにどうしてもその3部作の中に収めるために、また絵コンテがあったんですけれども、切って、で省略せざるを得なかったというところが、部分があります。本当はもうぜひね、見ていただきたかったんですけども。基本的には絶対に逃げない。この作品はそれを描くことで、
この本当シェイクスピアにも似たそのドラマが描けるということを前提にしてましたので、アニメーションだからといって逃げない。なのでこの作品は決してその子どものためのものではない、本当にそのアニメーションという技術を使った映画なので、本当にその大人の人にきっちりとその作品の世界を評価して楽しんで見ていただきたいなというふうに思ってます。今回の覇王の卵では本当にこの作品はこういう作品なんだっていうことをまず最初に分かってもらうために、最初にガッツが戦うシーンのタイトル前に思いっきり頭をこうかち割るというシーンが出てくるんですね。やっぱりそこの残酷さというものを、もう逃げないで作ったよという証明のようなシーンがあるんですが、その後のそのユリウスの暗殺の部分でもやはりその子供に対するその子供を殺してしまうという痛みを描かなければいけなかった。ガッツがここまでしてその友との忠誠を守ろうとするということを描かなければいけなかった。そこがやはりこの覇王の卵ではそこまでバイオレンスを描いてでもやはり伝えたかったことだというふうに思ってます。で第2部第3部に行くと、もうエロスもバイオレンスももっともっと激しくなっていくんですけれども、その裏にあるその人間の本質とか痛みとか悲しみとかっていうものがそれをきっちり描くことによって描けたというふうに思ってます。今回は今ちょうど実は第3部の食を作ってまして、みんな、魔物に取り憑かれたような状態になってますね。はい。で第1部の覇王の卵の時にはやはりみんなその絆だったりとかそういったものが非常に強くなって、今会社の中にはサイクリング部ができたりとか仲間が集うようになりましたですね。ミニ鷹の団が生まれてると。はい。